2016年、ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて、日本一から世界一になり、1億円近く投資をしておりました。世界バイナリーオプションスペシャリストとしての販売用先生です。あれから2年目です。2018年、11月ですね、還暦を過ぎた販売用先生です。でですね、なって先月ですね、次、61歳になるという、販売用先生です。今回あれからですね、2年経ってますけど、その間稼いでおりません。と言いますのは、その当時半分は自分で の超能力で投資しないと勝てないというきつさがあったもんですから、コンピュータ分析をもっと正確にやらないといけないということで開発し続けております。研究調整してきております。今回分かったことはですね、バイナリーオプションの勝率だけ分析するんじゃなくて、じゃあ勝てないことが分かりました。というのは平均ピップス1回の稼ぐ幅、余裕がかなり大きいということが必要だということが分かりまして、ただし投資数が平均多くないと再現性がないんですね。だから20個以上じゃないと10回じゃきついんですよね。で、しかし数多くなると平均ピップ数が少なくなるんで、これが難しくて今25まで限界で、4つぐらい出てくるということですね。3、4、3日ぐらいの分析データですとね、という3日4日ですね、ということで、今日11月何時だったかな、11月9日金曜日ですね、ここに、調整中の25ピップス以上で分析して、一応 75% 以上のね勝率で分析させて5つ出てきてます。それにてね、こちらのハイアンドローのデモトレードで分析してます。デモですので自動売買はやっておりまして、ライブでは禁止になってますので注意ください。デモではテストで自動売買させてます。これ20ピップスでやって1回目負けたんですけど、続けてやってみます。今日はですね、この通り9日ですね、11月9日になります。お金は稼いでないので大変辛い時ですね。もう2年間お金を、このバイナリーオプションで稼げてませんので、とても大変な時で、だいたいタイぐらいにはなるんですけどね、たまにタイぐらいになってちょっと利益が出ることがあるんですけど、なかなか難しいということでね、まあ25ピップスでどうか以上でどうかということですね。20個以上なんで再現性があると。もしダメだったら15個以上で、取引数15個以上で30ピップスでテストしてみます。今回はこのね投資条件でね、ハイアンドロー投資していきたいと思います。今日の成績ね、どうでしょうかね。最後の今週最後になります、金土最後になりますけど、これで稼げるんでしょうかということですね。これで稼げないと大変なんですけれども、平均ピップス今25ピップスで今日は分析してみようと思います。最初の1回は20ピップス以上でやって負けました。で、そのまま続けてね、デモでやっていきたいと思いますけれども、まあ成功すれば億万長者ですけどね、2年間稼げてないというのが大きいですね。損害は出てませんけれども、一つ破産した会社で、何百万も損害が出てます。破産して入れてたお金が戻ってきませんでした。それで何百万か間損してますね。
私が吸ったわけじゃないんだけども、預けてたお金が全部取られてしまいました、FX 業者が破産しましてね、数百万の損害が出てます。まあ税金の申告で助けてくれましたけれどね、大変つらいことでしたね。そんなのがあって損はしてないんですけど、このように調整で仕事してるんで2年間稼げてない上ね、お金が取られてしまったと、破産した FX 業者でですね、スペースっていう会社だったんですけどね、いい会社だったんだけどね、自動売買ができたんですよ、バイナリーオプションでも許可取れてね、でまた自動売買ができるFX 業者両方ですね、 FX とバイナリーができたんですけどね、潰れちゃってまして、数百万損害出てお金が潰れて、と口座に入ってたお金が全額取られちゃいました。戻ってきませんでした。そんなことですね。まあ今回の調整でうまく稼げて、今回稼げてまた持続する、来週もまた試験必要かもしれないですけど、稼げてであれば億万長者ですね。まあ毎週毎週そうトータルで必ず1本か2本か5本ぐらい買ってればもう億万長者なんですけど、なかなか簡単にはいきませんね。ちょっといい成績が出ましたけど、ピップスが60ピップス以上でやった時ですね、ライブ投資ちょっとやってみたんですけども、まあちょっとだけ、しかし FX でちょっとね損したんで、儲けは全然なかったですね。ということで辛い時です、半間陽先生ね。ちょっともうこういうあったかい格好して湯たんぽじゃないけどね、体に当ててました。ストーブ体に悪いんでね、ストーブ体に悪いんで